日すごく僕は楽しみにしてたので、皆さんに会えてこうやって一緒にサッカーができて、すごく嬉しかったです。好きなことに、目標に向かって挑戦したりチャレンジしたり努力をしてください。そして何事も楽しんでください。わかりましたか？はい。清武選手、清武選手。